こちらで調べたところによりますと、はいはい、その、あの方じゃないんですよ。違う、お姉ちゃんの証言は、ロックンローラー、やるやるロックンローラーのね、エッサンなんです、エッサン。ロックンローラーのエッスって誰や。さんま三四翔平ロックンローラー、エスはお笑いに多い、エスはお笑いに多いな、笑福亭ってぐらいが、はい、ロックンローラー、はい、お姉ちゃん、お姉さん、これお姉さんに聞いたんですよ。お姉ちゃんは、お姉ちゃん片木でしょ。いや片木っておかしい、業界じゃないでしょ。え、違います、お姉さんがね、あのよくね、上京した頃一緒に住んでお姉さんの証言でね、よくお電話がありましたと。これは私が答えしてます。さあ問題です。頭は S、 うん、下は K。 いや S やら分からない、足数線、そうの C、 C、 C で始まります。 C、 なんとかなんとか K。あ、ほんまや、そういや、これ今自分で行くんじゃない、そういや、そういや、昔しんすけバンドってのやってた。ほんとだ、もしもし、渡辺さんの人だって私が言いましたが、違う上ですよ、僕言わせたら。はいはい、あ、島田しんすけ、あ、びっくりした、あの自分で問題ないです、自分で当たりそうなんだ。そうそう、僕と一緒、僕と一緒。分かった。C から始まって K で終わります。うん。誰それは。いやでもそこな。え？島大輔。ああ。そうか。島大輔。正解言いました。正解出ました。さあ1ポイントです。1段階上がってください。ね、島大輔いたな。はい。こんな頭してるな。お姉ちゃんそう言ったんですけど。ええ、あのドラマでね一緒に共演して、はい、うんうん、仲良かった。ええ、お兄ちゃんみたいで。でもね、あのな、それあかん。お兄ちゃんみたいっていうのが一番できてるケースが多い、うん、いやでもね山下さん、今聞いてね、さっきの人と今の人、二人男の名前が出ました。ああ、でもね関係ないわ。だってもし自分が付き合ってて大好きやったら16歳ぐらいやったら忘れられない人になってるはずですよ。ああ、それが進む間違いない。違うわ、これ今の地形、一緒に頑張ってあ、こんなとこに今回、8名の、うん、捜査隊が我が番組から出まして、はい、あなたのふるさとから全て当たりました。ああ、過去、うん、10年間全て洗いざらい調べました。はいはい、いろんなことが分かります。うん、あなたはのことをよく知ってる男の師匠がいますね。一緒に寝たことがあると、その方は何回か寝てると証言されてます。みなおちゃんとお風呂にも入ったことがあると、もう最近も一緒に寝たいう男の人の写真を見せたいと思います。最近ですか。はい、私最近は私最近。大きかった今。今俺言葉続けますと、最近男の人と寝たのは久しくないんですけどとこう言いかけた。お前正直でいいよ。もうあとは笑わすね。自分でなんか穴陣で入っていったよ今。知らん顔してたらみんな勘違いか思うけど、あのあこまで歩いたらあかんわ。あそこまで歩いたら全て物語ったよ。いやこれはいいよ、これは正直でいいよ。じゃあ、うん、写真見せていいかな。いや泣いちゃう、わかんない。男前やね、めんくいですねやっぱね。写真があるんですか。うん、まああの後で処理しよう。後で後で処理するよ、うん、こんなんマジでしょ。まずいな。これな、ぼかしていただいて。まあいや、出して、まあ今日のお客さんにサービスだ。写真。みんなで立ち悪いんですよ。本人に書いてない。私も聞いてないです。第三者がこの情報をくれたんですよ。よし、おっしゃったんです。俺もこの業界に古いから、まあ責任持つ。まず出そう。いい？出そう。いいな。あとで何とか処分しよう。本当しんすけさん。え？今頭の中に1人2人こうこう言ってあの映像処理こうポッポッとこう出してくるんだけど、オンエアでさあ行きましょう。何やねん、ユースケ。そうなんです。何これ、姉ちゃんの子供。なんでだから本人の許可取れへんかって説明してるけど意味わからへんねん。
お姉ちゃん、お姉ちゃんね、お風呂入ったりしてるんですって。そうなの。あなたこんなもんが目的じゃないんですよ。あなたがどういうリアクションをするかで今みんなの心が今深く刻まれたね。もうあなたいっぱい浮かんだよ今ここでね。今日はね、なんとかね、こうやっぱ男性が加減やるやろうとなんかちらつくタイプでしょ、色気があるから、うんうん、探したんですよ写真とか。何とも探さへんかと思いましたら、そしたらなんとあの写真は手に入らずに、まああのある人物が、うん、私スタジオに行きますと。ああ、ああ、お呼びしましょうよ。今日の爆弾は生もの人間です。ご本人の、あの、で多分出てきた時が顔にぼかしが入るかもしれませんけど。はい、さあ行きましょう。どう大丈夫？人？いやちょっと呼ぼう呼ぼう。わいいよ。はい。うん、いい。もうここまで来たら嫌だって言ったらやめてくれるんですか？やめます。その間条件つきます。僕と山下さんとデートです。ええ、お食事ですか？お食事、お食事ですよ。そんなものグーグー、すいません帰ってください。すいません。もうどうにでもなるんで。はい、じゃあまああの大丈夫です。全然大丈夫です。はい、いいですか？はい、はい、今日の爆弾です。どうぞ。どうぞお座りください。失礼いたします。というわけで、あのご紹介してもらえますか。はい。おにゃんこクラブの同級生。はい。はい、山本スーザン君。おにゃんこじゃ一番仲良かったですね。ねえ、もうだいぶ会ってない。そうなんですよね。どれぐらいかな。三年ぐらい前に一緒にディズニーランド。うん、もうちょっと前かな、うん。今はもうタレントさんはされてない。あの現在は JR 東海に勤めております。JR 東海。はい。はい、あの私あのこちら山本と申します。よろしくお願いいたします。俺芸能界で番組中に飯もらった。よろしくお願いいたします。チケットのご用命はどうぞ私の方で。あ、JR 東海、カムちゃんと買わせてもらいます。あのね、番組中に山本久美子ちゃん。もう何年前に辞めたんですかタレントは。8年。8年。はい、あー、 JR に勤め出してから7年になりますので。前から、ね、聞きたいことがあるんですけど、我々もいつ辞めるか分かりませんけども、タレントをこうちょっとやってね、辞めるとやっぱりいろいろ言われるでしょ。世間の目がやはり違いますね。あ、それで茶色いんですね目の。あ、そうです。あ、緑です。世間の目が違うでしょ、はい、ね、まあ、特に関係ないね、話題だったりするでしょ。そうです、ね、テレビ見てると。だからテレビで私は JR 東海にいるのに、はい、なんかあの今アメリカに行ってますとかクウェートに行ってますとか、うん、はい、なんか全然違うこと言われて、でそれを見た会社のおじさんが、すーちゃん昨日見たよ、すーちゃんなんかアメリカに行ってんだってなとかって言われるんです。ひどくなると中には死んだというよね。やだ、流れ出してますもんね。すいませんが、みなちゃんの昔のことで、はい、あの秘密をみなは当時から持ってたでしょう、うん、あのおにゃんこクラブっていうのは結構みんなガードが硬かったり、管理は厳しかったの？うん、何かやってた頃忙しくって本当に、うん、でそれどころじゃなかったっていうのもあるし、うん、もう楽屋なんて一つのところにバッて入れられて、うん、本番始まったら一斉に出て帰る、うん、本当に。だから知り合うきっかけも、ね、何にもなかったね、うん、何にもそういう時間がなかった割には S さんとか、うん、そうそうそう、あはた Y さんとか、 Y さんとか、うん、ご活発じゃないですか。おかげさまで。おい、これなんじゃ。これちょっと問題多いで、芸能人が好きになるタイプは面食いじゃなく話をしてなんとなく好きになる。芸能人では宅間真さんや尾形健さんのような人、年が離れていても毛のある人がいい。中年好みじゃないの？そうや、宅間とか若者ダメ。若者ダメ。歌って踊るタイプは嫌いになった、うん、嫌いになった。あ、ごめんごめん、物足りないのかな。そんなことない。俺何も見てへんよ。いやいや、俺何も見てへんよ。もういいんですよ、もう悪さしてるんだから。ハマグリのしんちゃん信用したやろ。ね、山下さん終わってから言うわ。楽屋で山下さん汚いわな。何やってんやって。誰言えよ、汚いな。なんねえ。でもそれで言わんわけにいかんねえよ。不倫タイプだよな。そうそう、絶対そうや。まだまだ結婚させへんぞ。うん、させへん。あの、そう思いましたね、すみません。最近色っぽくなったら、うん、絶対おかしいよな。あのな、色っぽいのは男が色っぽくさすのよ。しばらくないんだって、その男と。ちなもだな、使わなきゃ。ちょっとマジな。あんなクラブで女太ってんちゃうで。
いや、みんな世間の人はそう思ってるんだよ。そう思ってるの、ね、じゃあまたお願いします、ね、はい、うん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも、ひなちゃん、最近してないの？